次の曲聴いてください。残酷な天使のテーゼー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。トゥ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 ルン。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳。だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ。窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になる。この曲をね、初めて聞いた少女猫おかゆはですね、熱いパトスっていう言葉をなんかポトフの親戚の食べ物か何かだと勘違いしてて、なんか美味しい食べ物なのかなって思ってました。そうなんだよね、なんか僕ポトフ好きだからさ、ポトフのなんかなのかなみたいな。それとも地域によってポトフのことをパトスって言うのかなとかね、思ってましたね。幼少猫おかゆは。そう。アホやな。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使のテーゼ。悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使のテーゼ。窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になる。はい、ということで残酷な天使のテーゼでした。